としました。超怒ってます。やばいやばいやばい。いやー緊張しましたね。ゲットできました。いやー今首に絡まってますね。やばいっす。うわー力強い。久しぶりの今年のでかい青大将初ゲット、びっくりしました。これでかいですね。いやー綺麗綺麗。1メーター5時40ぐらい。おめっちゃ怒ってます。やばい。やっぱりここだと都会だと珍しいじゃないですか、ヘビって。なんかあれね、あそこの池にもさ、時々泳いでる。あ、泳いでますね。あそこでも一回捕まえて、川が一番いるなと思う。川で一回捕まえて。川でも時々泳いでるよね。あ、本当ですか。嬉しいです。心臓がバクバク、心臓バクバクした。毒ないから平気だけどね。うん、そうですね。2回は噛まれたことあるんで、ちょっと噛まれると少しパニックっていうか、びっくりしたもんね。噛まれたって毒ないから別にね、うん、まあ、そうなんです。でも子供の頃、これ、遊んでたもんね、そんなね、首に巻いたりして。あ、はいはいはい。でも菌があるかもしれないじゃないですか。それはちょっと怖いなと思って、すぐ洗うんですけど、噛まれたら。はい、嬉しい。これさ、捕まえたんだけど見せてあげようか、ヘビ。すごっ。すごくね。え、すごっ。すごいよね。おお。びっくりした。捕まえたん。うん。どこで？川の方。え、どこで捕まえた？これ川の方で捕まえて。え、なんで？青大将ですか？うん。ヘビが好きでずっと探してて、今日あったかいからいるかなと思ったらいたから。いた。うん、いるんだ。怒られ、うん、ちょっとここでも捕まえたことあるんだけどね。触ってみていいですか？うん。ヘビが、あ、ちょっと写真撮りたいんでちょっと。うん。わ、ちょっと写真撮りたいの。頭いい。ヘビの。あ、これがヘビか。写真撮る。え、じゃあ俺も写真撮る。見たらいいじゃん、見たら。ちょっと怒ってるから注意してね。首は持ってるけどね。素晴らしい、ありがとう。今日見た、みんな誰か見てない？今日は見てないです。たまに泳いでるでしょ。ここ見たことありません。ない、はい、どういうところにいるの？これは青大将ですね。今よくいるんですか？よくいますよ、この辺に。ちょっと待ってくださいね。ねえ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 、3人とも青大将だって。ちょっと危ないね、なんかこれ噛むですね。これは噛みますね、こりゃ。あ、青大将？青大将この辺よくいるでしょ。あ、いない。初めて見たの。青大将で、あ、久しぶりだ、こいつ。触っていいって言わないで。いいですか？うん、優しくね。え、それ、どこ、え、捕まえたんですか今？これ川の方で捕まえたんですか？ほらほらほら、ダメだ、危ないよ、危ないよ。捕まえてきた。初めて触った。おい、フクロウみたい。飼ってみたいな、これ。死なない、毒持ってない。毒はないんですけど、菌があるかもしれないから噛まらない方がいいですね。そうだね。例えばサルモネラ菌とか。え、売ってるの？売ってるとこもあるかもしれない。さあ、スイちゃん、触った。ありがとうございます、すいません。すごい、どこですか？ここら辺にいるんですか？やめて、やめて。ジン、やめなさい。これ大きい方ですか？これかなり大きいですよ。はい、ではこちらをね、さっき捕まえたばっかの青大将をね、ここのケージに入れたいと思います。どんな反応するでしょうかね。いや、この大きいやつ買った甲斐ありましたね。
そうか。怒ってるでしょうか。鼻息がすごいです。大きいのね、買った甲斐ありましたね、これ。これかなり大きいんで、のんびりできますね。いやでかいね。今年もね、でかいのゲットできて嬉しいです。しかもね、これ尻尾を見てもらうと分かるんですけど、あ、まだやめましょうかね。オスかメスかはね、また今度しますか。うわ、怖い。この網を破られそうで怖いですね。これはね、でかいですね。超嬉しいです。心臓バクバクでした、捕まえるとき。いやこれはね、嬉しい。いいっすね、このケージ。いいですよ。またちょっとね、落ち着いたらね、この子もハンドリング挑戦したいんですけど、今まで捕まえた中では結構口開けてきてるんで、噛む可能性があるんで、ちょっと怖いですね。手袋使うかもしれないです。うん、怒ってますね。できてます。怖い。怒っています。鼻息がすごい。嬉しいですね。あとはオスをゲットして、またね、今年も交尾挑戦しようかなと思ってますね。それかワンチャンね、この、あ、もうこれいっちゃいますね。メスでしたね、多分。尻尾から肛門から一気に細くなってるんで、メスの可能性高いんですけど、もう交尾がもしかしたら終わってる可能性があるんで、オスを取んなくても卵産んでくれる可能性はあります。これはね、もうまた 2,3 ヶ月買おうと思いますね。あと、まあオスもゲットしなきゃダメですね、一応ね。これめっちゃでかいです。ということでね、やっとヘビをね、ゲットする動画を撮れましたね。嬉しいです。あったかい日がいいですね、やっぱりね。雨が降って晴れた日、あったかければいる可能性高いです。止まってくれてるといいですよね。日向ぼっこ的な感じで見つけやすいですね。いつも捕まえるときはこんな大きさで嬉しいですね。大きいのばっかりで。あれから 2,3 分経ったんですけどね、こんな感じで端っこに身を寄せてね。これは S 字、首が危険。これ攻撃体勢ですね。飛びかかってくる体勢です。この体勢見たら危険なんでね、注意してくださいね。首を曲げて、これ飛びかかってきますね、 S 字でビョンって。でね、このヘビね、ほんの、なんか青大将っていつも捕まえるときに匂いを発するんですけど、今までの青大将と違う匂いをしましたね。なんか個性なのか、育ててきた環境なのかわかんないんですけど、なんか青大将ごとに匂いが違いますね。これ発見しました、今日。この青大将はなんか濡れたタオルとか雑巾とかをずっと置きっぱなしにした、なんか湿っぽい、なんか生乾きではないんですけど、なんかすごいそんな感じの臭い匂いしましたね。臭かったです。匂いが違いますね。ご視聴ありがとうございました。